千葉みゆき、野木真理子役の常松ゆりです。私の役は黒木さんの AV を見て、それに憧れて AV 女優になるっていう決意をした野心のある女の子の役です。黒木さんとはまた好対照のキャラクターなので、無邪気というかなんか天真爛漫な感じの、あんま会ったことないタイプの。野木さんとやっぱりこう入れ替わるところだったり、新しい場面での黒木薫さん像みたいなものはすごく模索してます。あなたなら黒木薫を超えられるかもしれない。え？劇中でも乃木は黒木さんの背中をずっと見て追いかけていて、かっこよかったです。黒木さん羨ましいです。この人の背中を超えられるのかっていうのが彼女の葛藤でもあるんですけど、なんかそれは私自身の葛藤でもあって、黒木さんと私は違いますから。黒木さんの目線で言うと、心がこっちに向いてないんだなっていうのをずっとこう感じていく。あなたの思った通りになりましたね。2人の女優が出てきた面白さというか、本当に白と黒のように全く性格も役柄もイメージも全然違うので、女たちの戦いみたいなところを楽しんでいただけたらなと思っています。私じゃダメですか、黒木さんの代わり。